やっ、おー、やってきましたよ。ここは肥後、熊本は小国の道の駅です。僕は別にドラえもんに会うために来たのではありません。そうです、温泉を訪ねる散歩旅をしようと思ってるんだよ。え、そう？ほいそう？まずは黒川温泉へ行くぞ。次は保田温泉ですよ。ということで、散歩旅へ出発。ドラえもんくんにもご挨拶しとかなくっちゃ。車中泊で今晩お世話になるんで。いやー、この落ち葉の感触、匂いが何とも言えないよ。さて、今夜は何食べるかな。やっぱし肥後牛のステーキがいいかもね。おお、なかなかいい雰囲気だな。ここは黒川温泉の旅籠なんだ。黒川荘ですよ。それではお湯に浸かりに行きましょうか。露天風呂はこっちだな。もみじがきれいだな。お風呂の入り口は奥のようだね。お邪魔ですが、柴犬一人入りますよ。あれ、変な男の子がついてきたぞ。一人で大丈夫かな。
僕、危ないよ。よっこら、ちょっと。ちょっとここで休憩していくか。おお、ここ足湯があるよ。今度は音温泉へやってきました。と言っても黒川温泉のすぐ近くなんだよ。広い敷地で雑木林の中なんだ。ふむふむ、山菜採りの鉄則参加場か。なるほど。露天風呂はこっちって言ってたな。失礼します。ゆうたくん入りますよ。やや、誰も入ってないよ。僕の貸し切りだ。ちょうどいい湯加減だ。自然の中って感じだよ。枯葉がひらひらと湯船に落ちてくるんだ。美肌効果があるメタケイタンってのはもういそうだろ。僕、最知の自慢になれるかな。しっかりお顔を洗っとかなくちゃ。だな。というわけで、この辺でお別れします。